明治大学附属明治高等学校、中学校は、東京都調布市富士見町4丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、男女共学の私立高等学校、中学校。学校法人、明治大学が運営する附属学校。略称は、明大明治赤,赤赤高等学校において、中学校から入学した。 内部進学生徒と高等学校から入学した外部進学生徒が第1学年からクラスが混合する併設型中高一貫校。明治大学唯一の直系付属校。校内では明治高校、明治中学と呼ばれ、生徒は明中生、民校生、両者合わせて民校生と呼ばれる。1912年4月、旧制明治中学校として、 神田区駿河台南高河町の明治大学校内にて、開校。1922年に、道空ら猿学町に移転した。初代校長には、極東国際軍事裁判日本側弁護団長にして、西園寺金持ちや原高氏のブレーンなどを務めた、政治家でもあった宇佐和久明、宇沢わ明教頭には、イエール大学大学院出身の村田つとむが就任。当初は、 旧制アザブ中学校、旧制改正中学校等と共に、東京を代表する私学と言われるなど進学校の性格が強かったが、戦後は明治大学までの10年一貫教育を方針とした学校となり今日に至っている。旧制アザブ中学校との間には教員などの往来のほか、関東大震災の校舎消失の際に、同校校舎を借用するなどの交流があった。 1950年から1955年までの1、時期、伊豆七島の八丈島に、明治大学附属八丈島高等学校が存在したが、短期間で閉鎖された。1960年頃まで、明治第二高等学校が設置されていた。著名な卒業生に、明治大学評議員部に英館魔党がいる。大学受験において最も多くの志願者を集める。 人気校である、明治大学の唯一の直系付属校であることなどから、大手進学塾日の大県等による入試データでは、総系付属校などと並び、私立大学付属校としては最難関県内にランクされている。2008年に、調布市の日本航空グラウンド跡地へ移転し、同時に男女共学となった。新キャンパスへの移転により、総工費、 約240億円の最新鋭の施設での少人数教育、クラブ活動など、教育環境は大幅なレベルアップを遂げた。日本初の女性放送、裁判官、キャリア官僚、女性政治家などから、現在活躍中の女優、ファッションモデルまで、時代をリードする OG を排出してきた、明治大学に対し、付属校として、長らく男子校の伝統を守ってきたが、 教学化により、新たな伝統が生まれることが期待されている。なお学校説明会によると、2008年の移転、教学化に伴い、教員採用の応募倍率は60倍でとなった。出展、明治大学附属明治高等学校、中学校、校訓、遠隔初代校長、うさわふさあき共造貴族院、衆議院議員、極東国際軍事裁判弁護団長2008年に、 完成した現行者は、進学塾の説明会等では、都内随一と形容されるなど、最新鋭の施設を誇る。総工費は、約240億円。概要は、下記の通り。バレーコート4面を収容する、第1体育館、バレーコート2面を収容する、第2体育館、柔道場、剣道場及び、250メートルトラック、サッカーコート、 テニスコート5面を要する全面人工芝のグラウンド、蔵書数約4万冊の図書館、ゴール教室、大償教室や、音楽室、作法室等の特別教室、1450名収容の、宇沢わふさあきホール、350名収容の食堂、カフェテリア、コミュニケーションスペースにもなる幅6メートルの広い廊下。スクールバスは17台保有。半生徒会本部。 新聞班、放送班、応援指導班、水槽楽班、図書班文化 VSS、マンドリン部、物理部、科学部、生物部、写真部、書道部、地理研究部、歴史研究部、美術部、JRC、地学部、囲碁部、将棋部,部、映画部、コンピュータ部、鉄道研究部、ダンス部運動部剣道部、公式野球部、高校難識野球部、中学野球部、 高校山岳部、水泳部,部、スキー部、卓球部、柔道部、ソフトテニス部、バレーボール部、バドミントン部、陸上競技部、サッカー部、バスケットボール部。公式テニス部級お茶の水校舎2008年の、調布移転で導入された、スクールバス2012年度に100周年を迎えることを記念し、2011年度より、スクールバス2台が記念ラッピングされている。 いずれも一部のみ記載。政治、経済、教育、研究、文化、芸能、音楽、分断、マスメディア、スポーツ、野球、その他スポーツ。ありがとうございます。